JR 西日本の W7 系は北陸新幹線に使用する新型車両として JR 東日本と共同で開発し製造を進めてきました。そして W7 系の第一編成12両が完成し、今日神戸市の工場から運び出す作業が始まりました。今日は6両を運び出し、重さ30トンの車両をクレーンで吊り上げ、輸送船に積み込んでいきました。 W7 系の車両はこの後3隻の貨物船に積み替えられあす神戸港を出港、瀬戸内海から日本海を回り今月中旬に金沢港に到着陸揚げされた後、白山市の白山総合車両所に搬入される予定です。